ちゃこんにちは。はい。ゆたかさん。何？ゆたかさん何が見えてたんですかあの時。まあな。まあこれは俺にとってはちょろいよ。ちょろい。びっくりしました。阪神の次期監督が岡田彰布さんというのが出た。まあ内定したやな。はい、内定しました。まあ内定したっていうのはほぼ決まりだよね。そうですよね。岡田さんが断る以外。誰も否定も何もしてないので、はいはい、これはもうほぼほぼ。いやもうほぼもう組閣に入ってるから多分な。あの時、まあ、あの以前の動画を見ていただければ分かるんですけれども、うん、もう豊さんはえ岡田さんでしょって、はいはい、もうあの時点で豊さん実は、まあ、大体分かってたよね。あ、そうだったんですね。いや、いろんな選手に話聞くじゃん、まあ、選手っていうか、はい、あの解説者に、はい、でいろんな話から、あ、こいつは断ってる、いや僕まだちょっと早いんですよね、ユニフォーム着たくないんですよね、うん、こういろんな話があって、はい、まあ、総合するともう岡田監督が残り、まあ、誕生すると。なるほど。オーナーともゴルフ行ってると、そういう情報も、まあ、まあ情報も得ててね。あ、まあ、これはもう間違いないなってことだったんですね。そう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 。でこの岡田さん、はい、あの豊さん世代であったりとか、例えばまあ30代40代より上は知ってます。いや、だからさ、はい、だからね、うん、森藤の言おうとしてることは分かるけど、はい、まあ、原監督が俺と同期だね、はい、岡田監督って一つ上なんだよ、はい、辻監督も俺と同期だし、うん、俺らの時代が残ったっていうのがさいやいや、これが原が辞めるとか辻が辞める、ね、岡田さんが言うにももう着ないみたいな、はい、もうね完全に世代交代だから。そうですよね。あ、だからまた新たに俺の一つ上が切れたということがちょっと夢に膨らむよね、うん、なんか希望の光ですよね。そうだね、その年代の。だから豊さんももちろんまだあるということですよね。あ、ちょっと、あ、ちょっと、それは話せない。ちょっと、まだ今は無理。どこからか来てるオファーがまあまあそんなことはないけどさ、今現役のその阪神でやってる選手たちって岡田さんの現役知らない、うん、ああ、それもちろん知らないよな。 ね、それは知らない、知らない、うん、まあ、知ってて有利な時と不利な時、うん、ね、知らなくてもういいと思うよそれは、はい、だからそのなんていうの、現役一緒にやってすぐ監督にやったらやりづらいとかさ、はい、いや絶対あるよ、うん、だってロッカールームで愚痴言ってたのが、うん、首脳陣になったら愚痴言えなくて、うん、こういうこと言ってんだろうなっていう想像するだけでストレスになったりとかするから、うん、そういうことは岡田さんにはないだろうし、うん、まあ岡田さん厳しいよ。厳しい、厳しい、厳しい、まあ、今までまあオリックス、阪神、そしてオリックスを歴任監督されていて、そうそうそう、阪神時代には優勝もされてますし、阪神は2004年から2008年まで監督されてたんですけど、はい、4位が一度のみ、あとはもうあの全て A クラス、うん、5分の4よ。ほらほよ、すごい。 JFK 作ったのもほらほよほよで、金本さんを4番に据えたのもほらほよいやでもね岡田さんは攻撃的な監督に見えるけど、うんうん、はい、守りから必ず入るからね。え、それどういう意味？まあ、性格的に岡田さんってすごく頭いいんだよ、うん、はい、で頭いいし野球能も高いんだよ、うん、そしたらその人がまず考えることって何かっていうと、うん、長期戦を戦う時に、はい、バッティングなんていうのは二の次だと、うん、やっぱ守りが崩壊してしまえば野球にならないっていう考え方の人だから、はい、だからもうとにかく阪神の今課題は何だ、守り守備です。そうだろうな、はい、だからその中でも例えば送球ミスが多いんだよ、うん、俺多分徹底的にキャッチボールやらせると思う。まずそこから、うん、だからこれはもう恥ずかしい話だけどさ、プロ野球選手で、はい、でも最も大切なことから着手すると思う。あ、そうなんですね。で、まあ、そういう人だから、はい、ああ見えて細かいからね細かい細かいよ、うん、もう本当よく見てるし、はい、洞察力と、うん、が長けてるからね。そうですよね。 あとピッチャーの替え時であったりとか、うん、このバッターをじゃあ代打で使い時とか、そういうのって岡田さんっていうのは独特なんですか？これはね、ピッチャーの交代だとか、うん、そういうのはオートメーション化すると思うよ、うん、もうこういう時はこう、こういう時はこう、こういう時はこうって、うん、もう絶対にね、無駆なことしない、うん、相手を思って駆け引きするよりはこっちがやりたいことをスパッとやるタイプだよ。例えば申告敬遠がない時なんかは、はい、臭いとこに投げろ、うん、ニコイチってあるんだよ、うん、この言葉っていうのは2人で1つアウトを取ればいいよって、うん、だから際どいとこ際どいとこ行きながら、ダメだったら歩かしてもいいからって、うん、絶対そういうことしない。あ、しないんですね。しない。
まあ、歩かすんだったら歩かす、勝負するんだったら勝負する、はっきりするっていうタイプだから、はっきり。そうなんです、ね、そうそう、だから申告敬遠ができて、はい、できてるから、お母さんの時はなかったけどね、うん、あるから、うん、申告敬遠いいかしょげみたいな、あそこスパーンとしてる、きますね、うんうん、そう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 、だから白黒はっきりしてる人だから、あ見ててその、まあ、気持ちいいというか、もう人間的にもそうだから、嫌いだったら嫌いだし、好きだったら好き。解説の時もそんな感じですもんね。あだから俺なんか良かったよ、可愛がってくれたから。あよかったですね、よかったよかった。あら嫌われてた方もいらっしゃったんですか。もうね、いやそれはいっぱいいるいっぱいいるそうなんですか。いや本当、ただお母さんのこう見る目っていうのはね、うん、すごく確かなものがあって、はい、だからドラフトとかもこれから関与してくると思うけども、うん、まあ、しっかりした目を持ってるよ。ただ苦心は、苦人は悪いな。ほやほやですよね。あのね、お母さんは右打者を多めに取っていくと思うよ。野手だったら。やっぱお母さんの持論の中でもう甲子園で生まれ、甲子園で育ったような人だからさ。はい、まあ、関西人だし。あ、ね、甲子園で左バッターっていうのは対戦するにはなかなか厳しいって。うんうん、もうそれももう分かってるから。うん、まあ例えば浅野。うんとか、はい、とかそういう右バッターに注目したりとか、はい、多分数字してると思う。なるほど。あとこれまでの矢野阪神と、はい、岡田阪神、はい、どのようにガラッと例えば変わってきますか。まずあの金メダリストがいなくなる、ホームランを打ってから帰ってきたあれをやめる。まずやっぱそういう精神も含めてピシッと整えていくよ、うん、いやその明るくやったりとか、うんうんうん、いろいろこう盛り上がったりするのは嫌いじゃない人だよ。でも3時間ぐらい戦いに集中をする、はい、ね、パフォーマンスはあまり好きじゃないから、うん、だから金メダリストはいなくなるっていう、あれはなくなる、ね、俺は思ってるけどね、なくなると、うん、あとは打順、あの今年も結構コロコロ変わってましたけれども、はいはい、これに関して、まあ、ある程度岡田さんは固定で戦いたいっていうね、うん、理想はあるだろうね。やっぱ弱いから、技術がないから固定ができないだけで、はい、技術がをちゃんとしっかり教えて、うん、そうなってくると固定で戦いたいって思ってるはずなんだよね。豊さんが岡田さんが考える打順だと、例えば4番は来シーズン誰にしようって大山じゃないの。あ今のところはね、あ、まあ、外国人が来るか来ないかっていうのは分からないけども、はい、まあ、今現有戦力であれば大山だと思う。佐藤輝明選手はない、絶対ない、ああいうタイプは。あ、そうなんですか。なんでそれは、ムラがありすぎるもん、うん、で勝負弱いということ、はい、で大山は打ったら勝てるという、大山が打ったら勝つという、うん、そういう運を持ってるし、はい、里輝が打ったとしても負ける時もある、うん、でも大山が打った時にはかなりの確率で勝つよね、はい、だから俺は4番は現有戦力であれば大山を行く。じゃあその前後に佐藤輝明選手だったりを置いてる。だから佐藤は6番ぐらい打たすんじゃない。あ、そうなんだ。いやそれはまあ来季ね、はい、あの岡田さんが教えて成長すれば3番ということもあるよ、うん、例えば近本、中野、里輝って、はい、でも岡田さんも左左全部が左が続くっていうのはあんまり好きじゃないだろうね。右をっていうことですね、うん、だから相手の気持ちを考えた時にここで左を突っ込みやすくなるなって、うん、まあ、例えばジャイアンツの高梨なんかさ、はい、変則じゃない、うん、これが左3枚揃ってポジション的にも変えられないっていう打順であれば、はい、これ1イニング潰すことになるじゃん、うん、だからそういうことは岡田さんはいろいろ考えながら打順を組む人だからね。うん、あとは機動力に関しては岡田さんどういうふうに捉えますか。岡田さんはどういう選手のイメージがある。岡田さん、私も現役を知らないか。そうなんです。お前若作りすんじゃないよ、お前違う、お前若作りしたいかやろ、お前幼稚園ぐらいなのでバース掛け布岡田か。でもいやでもね、お母さんは、はい、あの隙があったら走ってた人だから。あ、そうなんですね。走塁はめちゃくちゃうまい人だったから。へえ。だから洞察力って言ったけど、はい、隙を捉えるのは人一倍うまい人だったから、うん、だから野球の方が高いって。ああ、近本選手、中野選手あたりどんどん走らせたりとか。あるよね。あ、間違いなくあるよね。あとは今シーズンやっぱりポジションがコロコロやっぱり変わってたじゃないですか。だからポジションをコロコロ変えるからエラーが増えるというね。そうそう、はい、だからそれは避けると思う。固定にするっていうことだから、固定できれば岡田さんはしたいと思ってる人だから、うん、だからあんまり多くを望まない人だけど、はい、与えたらそこはきっちりやってくれっていう。
人だよね。そうですね、うん、だから俺は楽しみでしょうがないけどね、お母さんの野球がまた見れるっていうのは。私もあの解説が面白いので、その岡田さんがまた現役の監督として復帰されるとなると、うんうん、どんな野球を見せてくれるのかなっていう。いやなぁ、いやジャイアンツが原、はい、ね、阪神が岡田、ね、俺もなんかその中で勝負してみたいよね豊さんもそうですよね。いやそりゃ日米大学野球から同じユニフォーム着て、俺もだけど、はい、やってる、まあ、仲間っちゃ仲間だから、うん、戦ってみたいよね監督として。監督そうですよね、うん、だから豊さんはそうなってくるとやっぱ DeNA 可能性としてはね、はい、もしか日本ハム、あちょっとあれだな、まあ、遠いなちょっと遠いというかセットパーじゃない。そう、あそうですよね。そしたら辻をターゲットにしなきゃ今度は、うん、だから本当その年代がね頑張って現役でまた、まあ、そうだね、嬉しいですね。まあ何卒 DNA の方はみたいな、あそうね、ご一報いただければね、いやいや YouTube でもう、いやでもねこれはねやっぱねこの2人と戦ってみたいな、1回は岡田さんと原さんと、うん、あやっぱりあるんですね、そういう同級生とか一つ上とか。いや知ってるだけにこういう手を打ってくるだろうなっていうのがあるし、うん、巨人阪神、はい、その上に DeNA が君臨すればさ、これはまあ痛快じゃないそうですね、嬉しいです、ね、まあ、コメント欄は荒れると思うけどね、お前にできるかボケまたまた炎上まあまあまあそれはそれとは置いといて、まあでもあの本当にあの楽しみだね。楽しみです、ね、まあ巨人 の, あの我々の時代っていうのは顔は原だったし、はい、阪神は岡田さんだったしね、はい、だからそのが両雄がまた相まみえて戦えるっていう姿は、はい、まあ伝統の一戦だしね。そうですね、うん、これはファンはたまんないね。ほらほうよですよ、ほらほうよ。そして楽しみといえば組閣です。組閣な、はい、というわけで次回、はい、どういう組閣になってくるのか、ズバリ豊さん知ってる情報もあれば教えてください。ほらほうよ